フィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは葬と死の由来についてです。物事にはすべて始まりがありますが、意外と知らないことが多いものです。しかし風俗習慣でいつ頃から始まったのかを知ることは大変楽しいものですね。今回は死と葬儀などに関連したテーマでその起源を探ってみます。今日は時世の始まりです。この世に別れを告げるときに残す歯科で、これが盛んになったのは平安後期からです。寿永3年1182年7月、平家の一族が安徳天皇を擁して都落ちした際に、平薩摩忠則が途中から引き返して藤原利成の臥里を訪れ、さざ波や滋賀の都は荒れにしよ、昔さながらの山桜かなの時世を残しています。自葬の禁止について、明治5年6月28日、自葬が禁止されました。これ以後の葬儀は神官または僧侶に依頼することが決められました。自葬とは自分の信じるところによって行う葬儀で、江戸時代の神道、儒教はともに自葬であって、喪主以下の人々が神道、儒教の式次第に測って行われました。今回のシリーズは葬と死の由来。ご紹介しましたのは時世の始まりと自葬の禁止です。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からのご質問、ご意見、ご感想も募集しています。お寄せいただきました方には葬にまつわる体験談集、時を超えてをもれなくプレゼントいたします。ご意見、ご感想は住所、お名前をお書きの上、メールの場合は info@nara.fm、 ファックスは 074224-8422、 おはがきの場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西野信也町43番地、奈良 .fm オフィスシオンの係までお願いします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りしました。